ごいと思った土日に。あ、来た、ありがとう。前髪切ってんで。そうなん、ほらほんまよ、自分で切りましたが誰も気づいてくれない。だっていつもそれやもん。いや、そんなことない、こんな今までちょっと長かったの。柳さん、ありがとうございます。お、昼夜、昼夜じゃあは昼公演上制します、よろしくお願いします。手紙ありがとうございます。すごい手紙、なんかバレンタインみたいだね。の今は4月、イースターじゃない、次は生イースター、生え、6月か、生アニメ配信のためにあの時間にしてる。え、6月すご、6月か、6月え、やばくない、昨日からやね、遅くね、やばくなっちゃう、やばくなってたり、え、今の季節で言ったらイースターかなとか言ったら6月やってんけど、こんわいつの話してる、こんわマジでゆうさん、ハートありがとうございます。私は今、おでこが荒れてます。今一押しのものやで、どうしよう。いずみちゃん、はい、ありがとうございます。私は実は左目だけアイプチしてます。え、じゃあミヒナはけど本番になったら外します。私もほっぺた荒れてる、握手会前なのに。いや、1週間もないか、1週間もないか。え、握手会今週やで、来週今週に、今日日曜やから今週や、やばっ。はるなちゃん、ハートありがとうございます。びっくりびっくり、なんかみんなめっちゃ黒髪に見えへん、黒髪やねんけどさ、見てこの画面で見たらなんか特に、そう、いつかんさん、確かに、え、なんかみんなの握手会、え、あんたみんな今日髪の毛黒いんやけど、あと6日やって、びっくりの声でかくてびっくりやって、もはさほさ、ろみひな握手会しゃべっていきます、あざーす。え、見えんだけど髪の毛黒いよね、いつも結構茶色めやねん。でも白ニキビは潰していいんですよ、いいや。なんかちょっと気持ち悪い話するけど、なんか今日髪の毛黒いみたいな、そんなことないって、いつもちょっとさ、え、自然光、別に抜けてるって、うん、茶色いで染めてないで、うん、色素抜けてんのやろ、わからへん、太陽の光で、あ、かな、うん、え、なんか今日黒いでほら、うん、黒くないよ、あれ満タンミンさん、あ、小学一周年ありがとうございます。山崎島さん、ハートありがとうございます。今の写真も髪ちょっと明るく見えた、ありがとうございます。はぁ、あ、初めて雪の剣つった、ありがとう。雪の普通を何にするって言ってたっけ、握手会。みんなはメンズライク、私服か、私服とシークレットか、ロカベリーです。え、ほんまにな、何ぐらいやらないと時間大丈夫かになって、え、やらへんとあかん、あー、きれいな、え、これに書いて、書かないの、え、で、下書き、あー、なるほどね、わー、やんな、わー、やんな、今めっちゃ楽しかった、いいな、なんかね、たまたま中学の友達が一人で来てて、うん、年バスケをできれるからで一人で来てて合流したんです。友達がね、高校の子が合流していいよって言ってくれて、いいな、合流したんです。なんで呼んでくれへんかった、なおてさん、ハートありがとうございます。あー、気持ち悪い、気持ち悪い、何それ、何それ何それ、あー、気持ち悪い、いや、一押しのキモい、一押しのものいっぱい書くないじゃん、みんな。KN さん、拍手ありがとうございます。ハロウィンに絶対出てくるよ、何これ気持ち悪い。なんかさ、道路に書かれてあるさ、確かに矢印、止まれじゃないよ、進めなきゃないか。なんか矢印書かれてあるやん、それみたい。イカ太郎、イカ太郎こんなんやっけ、何イカ太郎って、知らんの、世代かも、世代、こう太郎さ、え、どうやった、え、楽しかった、めっちゃクロスか、あ、雪乃と一緒か、クロスめっちゃ難しいねんけど、それな、 DMM 見たら必死すぎて、まあ、よいしょみたいな。いや、マジで、あのな、マイクスタンドと靴も絶妙やねんな、あれ、え、空が近くに降ってきた、これ間に合わへんくね、私は間に合いました、え、リハ間に合わへんくて、で、本番もなんか、あの最後の
プロールだけした。中島やしえさん、ガクさん、かわいいとタコありがとうございます。アベベさん、手紙ありがとうございます。私は最近ウインクするのにハマってます。なんか35位になっハマってるっていうか癖です。どうしよう、何みんなが好きなものといえば、気づいたらこっちの目閉じてます。え、どうしようかな、どうしよう、いっぱい書く。N シェイプの卒業が分かった。なんで N シェイプ81位やってランクアップしたいけど、みんな34位。高すごすごい。8期生は、8期生といえば何、締め切り今日までやって、みんなさん頑張ってください。締め切り今日までっていうか、え、8期生といえば何、水色、水8期も八期といえばないよな、八期といえばってあんまり、あ、ないって言い方せんといて。ありすぎて見つからへんの。これありがとうございます。わかる。ストラさん働いて。返事し返事して。はい。なんか八期といえば、八期といえば、N シップと八期とあとミューナが好きなものって言えばなんだ。あ、スワンボート。スワンボート。スワンスワンじゃないから。スイスイ。うん、それ。もう踊らへんわ。俺メンでしょ。はい。忘れないでくれる。思い出の曲でしょ。そうだね。スワンボートのさ、おかけのスワンボートってめちゃめちゃの声するの。かわいい。歌割りどこやったっけ、みんな。スワンボート。あ、答え合わせしようよ。みんなさ、MV とかなかったら歌割りわからんやん。確かに。どこやったっけ、みんな歌わり。いや、あんたの声は分かりやすくてな。どんなんやった、そう思う最初。ちょっと忘れてもった。ジュル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 。スワンボート。いつまででもスワンボート。最低。ロマンティック。ひどい人おる。不安ボートやって。不安ボート。不安ボートって何？まさかこんな日が来るなんて驚きばけ。懐かしい。懐かしい。こんな気になる巡り合い。縁がないと思ってた、どうなるバケーションよ、ひな。確か。初めての、あと、森の奥、秘密の場所だった。そうな気がする。どうなるバケーションと。え、何だっけ、ここの時はね、S やんな。S って何？二番のバケーションじゃないよな。何だっけ？サマータイム。何だっけ？サ。え、何だっけ？何だっけ？サマー。オッケーです。お。アヒルボートコギコギや、懐かしい。え、そんなんやっけ、庭の歌詞。何だっけ、 S って何の S だったっけ、これ。 S って何やったかな、サケーションみたいな。サケーションやばい。何だっけ、 S って何の S。 サマーフーズ、あ、シチュエーションや。そうや、驚きシチュエーションや、それや。今考えてもめっちゃ可愛いやん。可愛いよな、あれ。リコさんハートありがとうございます。この振り付けややこしいけど可愛い。アキラ先生です。皆さん大好きな驚きシチュエーション、懐かしい。何やろ、一押しのもの。一押しのものラーメンとか書いてあるか。
エノシップ。出てる人のこと言えへんからな。みんな間違えたけど、ガチで言ってる？ガチで言ってる？ちょっと待って、あんたやばいよ。何がシップが書けへんのやばいって。つづりわからん。どういうこと？Nシップのさ、船のつづりわからん。一回書いて。上で、あ、H サリーのなんで、これも S じゃないやろ、これ S な。 S、S、S 適当に書いたから今ラーメンと出しとくね。あと、みんなの好きなものといえば何？なんだろう、みんな好きなもの、あ、ジュース、ジュース。好きな食べ物は、あ、なんだろう、好きなキャラクターとか、あ、オッケー。何？かわいい。かわいい。かわいい。きっしょ。待って、1ミリもかわいくないね、これ。かわいくない。えなが、きっしょ。まあ、あかんわこれ。ちょっと待って、おパンツとおパジャマ履こうとしたら。えながいっぱい書こうか。終わった。あと、エナが好きなのは、エナが大量生産、エナガ、シマエナガ、略してエナガ、エナガって読む、うん、なんやろね、好きなの、アイドルや。私はエナガを描きます。なんか可愛い、可愛くないやつおる。まあ、行くと。で、リボンを描いて、なんかアイドルみたいな。なんか泣いてるみたい、かわいそう。アイドルみたいな、アイドル衣装みたいな感じで描いて。え、マジ分。アイドルみたいな。これにするわ、じゃあ。どれが何？ミヒナ、エヌシップ、ハチキ、パンチ、ポチャム。ハチキ分からんわ、それ。ラーメン、ジュース、アイドルです。あ、これもちょっと綺麗に描きます。なんか羽が羽に見えへんくなってきた。ゲシュタルト崩壊。可愛くない？なんかコメント流れへんくなった。めっちゃすごいすごいすごい。前かけの時間です。風船って言わないで、生きてるから。オッケーオッケー。こうね、なんでこの真ん中にデカリボンをつけるんです。君だね。そう、私エヌがうまくかけないけど、まあいいや。オントマさん、ハートありがとうございます。モハサホさんもハートありがとうございます。やばい、ゲシュタルト崩壊。これぐらいみひなと同じやつ何個も書くと、なんかね、なんかめっちゃ真ん中に頭おかしくなって真ん中に書くはずやったのに、めっちゃ上になっちゃって嫌や。この子かわいい、めっちゃ。
シップを書きます。スヌーピーいっぱいおるみたい。 N シップを出航っつって聞きたすぎやろもうちょっとで皆さんに見せますね。え、かわいい。8期やってむずいよね。ゆきとり先生さん、ハートありがとうございます。ゆきのちゃん、出向って感じで書ける？出向？え、わからへん。微妙かも。え、みんなも書け、あ、書ける書けるね。あ、書けてないよ、みんな。あれ？出向ってちょっと違うよな。出向って何？出向、こうや。あ、違う違う、あれ？どんなやったっけ、出向って。船じゃないよな。しゅ、え、これじゃない？違うか。あ、出港そっちの船ね。あ、そっちの船、そうそうそう。え、こっちやんな。うん、こっちや。合ってました。出港のさ、ちょ、船のって言ってややこしくない？どっちの船みたいな。確かに。船内は絶対書けます。書けました、私は。え、船内はどっちな？出港は書けました。船内、船内はこっち？こっちやんな、普通に考えて。こっちじゃない、こっちじゃないよな、うん、こっちか、こっちやな。え、こっちこっちこっち。船内は影穴のあり書いてるもん、こっちやもん。で、公開中は、公開中の公会は分かんない。公開公、これじゃない、これやな、これを何も見えてないわ二人だけで八期生髪型何にしよう。え、それな、なんか最近髪型考えることに忘れんねんな。え、ほら、公開中あったんで。公開中は席に立って移動する声を、他のお客様のご迷惑になりますので、お呼びください。今何時？そろそろ、もうそろ見えるかも。キユのペンライトありがとうございます、直手さん。8期8期のキーさ、書けんねんけどさ、この袋文字で書けへん。難しい。どういうこと？このさ、こういう時代でさ、キーって感じ。あ、なんか一回普通に書いてさ、え、わかるよな、これつなげちゃうけどわかるわかる。教養、マジ風船みたい、かわいい。え、かわいいみたいな。なんかボールペンで書いたら気持ち悪いかも。8期そしてアイドルですね。おにぎりみたいなやつできた。おにぎり見て、形めっちゃおにぎりじゃない？うまや、美味しそう。きもっ、式で見たらこんなんなん。集合体教室用の方はね、絶対に見ないでください、私のナングラの投稿は。何行くと、で、リボン。両手描いたらめっちゃ可愛い。すごいね。ちゃんちゃかちゃんちゃん。ちゃんちゃんちゃん。なんて言ったと思う今。タケコプターじゃない。え、待って、天才じゃね俺。めっちゃ天才じゃない？なんかそばかすみたいなのある。やめてアイドルと。え、マジで髪の毛どうしよう。ほんまにな、頭髪にしようかな。なんかさ、ほんまになんかごく一部のファンの方にさ、うん、オオカミ下目お団子めっちゃ好きやねんか、うん、でオオカミのベレー帽かぶったらさ、給食当番って言われるんだ。確かに、ちょっとなんか褒められてるんかけなされてるんかちょっと分からへんけど、褒められてはないよねやんな、うん、せんな。ダメ、ちょっともう手痛なってきた。
やばいって。やだこんなにいっぱいいらへんかも、ちょっと嫌かもな。シマエナガです、可愛いでしょ、カービィみたい。あー、いいな、いっぱい描いてます。可愛いでしょ、ね、これリナです。リナ、はい、集結しすぎやん。そう、いっぱい描こう。いいやん、いいやん、いいやん、可愛いでしょ、ね、おパンチウサギ。めっちゃキモいです。可愛い、やったえ、これもう15分だった？まだ撮ってない？撮ってた、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 撮ってた。あれ出てこへんの？上にさっき出てきた、みんな船長登場しました。マイさん、やべ、ジブリの歌が頭から離れへん。さっきからずっとやってるような、うっとしような、ごめん。全然え、可愛いんですけど、見て、なんかめっちゃ細い。何描いたん？パンチ。いや寂しいね、なんか。なんやろ、あとこっちがいっぱい描いてるから。この辺の余白をなくしたい。あと、あと2個ぐらい。何描こうかな。メンバー、メンバー。ああ、おしめ。うん。ゆいなさん。うん。え、ちょっと失礼じゃない？リーナのガルクでユイナさんを描けない。確かに。え？え、ね、なんか聞こえた？今。うんうん。なんか、うん、いいよな。猫。猫？え、猫好きやで、ちなみに言うと。初耳やねん。キモッ！ちょっと嫌かも。全国の猫、今敵に回してる。猫ちん。あ、魚好き。雪乃も好き。見る方の水族館好きやから魚。雪の水族館海遊館のダイバーさんになりたかった。ぐらい魚好き。クラゲ。ペンギン。まあも別に諦めてはないけど。そうなんや。じゃいつか雪乃が。え、そうやで。海遊館来たらおるかもやで。卒業して雪乃がいつか。あ、ひらがなじゃないのに3つ書いちゃった。え、かわいい。ペンギン。絶対ちゃうやろ。え、可愛くね？え、なんでなんでなんで可愛くね？うまいってみんな。可愛い。あとは何みんな好きなの？私は完成しました。見てください。ウーパールーパ。可愛いでしょ？シマエナガ大量生産。ここにもう一個なんか描きたい。なんだろう。これをさ、なんか描こうと思うのが怖いよな。な、ほんまに思考回路どうなってんのって感じ。ここにもう一個描きたい。だからこうね、こうするんです。え、ちょっとイルカ描いてほしい。え、いいよ。あ、きも、あ、あ、ミヒナが。まあいいよ。あ、イルカ。ミヒナのその生誕、生誕ティにもそれ書いてたんか。マジいるかって分からへんもん。それがそれだけ。いきます。はい、ミヒナです。これがまずミヒナね。ミヒナで、アイドル。これうまくない？それが一番天才やと思う。アイドルで、イルカ、猫、ハチキとエヌシップ、ペンギン、魚、クラゲ、ウーパールーパー。はい、私はでラーメン。想像の3倍多かった、ほんまに。一匹付け足したく、これにします。なんで好きなものをいっぱい詰め込みました。愛がこれだけあるということで、とりあえず、はい、終わりたいと思います。とりあえず終わりたいと思います。よし、バイバイ。ありがとうございます。ランキング。私もランキング読みます。13位ケイタンさん、ありがとうございます。12位奈良のアサポンさん、ありがとうございます。11位ひとり先生さん、ありがとうございます。88位
ジロさん、ありがとうございます。10位、10位、清澄さん、ありがとうございます。ひなちさん、ありがとうございます。9位、まいちさん、ありがとうございます。8位、うかうかさん、ありがとうございます。7位、じんちゃん、ありがとうございます。6位、ひーたろうさん、ありがとうございます。5位、なおやさん、ありがとうございます。4位、ルーレットさん、ありがとうございます。3位、ダンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。2位さんやって2位バリーさん、ありがとうございます。そして1位オミさん、ありがとうございます。2位中島よしえさん、ありがとうございます。そして第1位市川さん、ありがとうございます。かわいいでしょ、シマエナガ。そして私はこれからメイクをしてご飯を食べて髪型をセットして着替えて準備していきます。寒い、公演頑張ります。あ、62になった。64から2や2ランクアップした。みひなは30位です。頑張ります。それではありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。